公園、大震災から3年、復旧・復興に励まれる宮城県女川町の皆様によります女川潮騒太鼓の演奏を始めます。どうぞ大きな拍手でお送りください。
川潮騒太鼓の皆さんでした。今一度大きな拍手を。それではここで代表者の斉藤茂子様からお話をいただきます。皆様こんにちは。女川潮騒太鼓等の機会です。2回目のステージをさせていただいております。午前中のステージの時にもお話しさせていただきましたが、この震災から飛騨の皆様にはたくさんのご支援をいただきました。今日まで支えていただき本当にありがとうございました。私たちの町は今復興に向けて一生懸命頑張っております。今日は皆様への感謝の思いと復興に対する強い私たちの思いを太鼓の曲に乗せてお届けできればと思ってまいりました。ご招待いただきました皆様には心から感謝しております。本当にありがとうございました。これからも私たちは前向きに太鼓の活動を通して頑張っていきたいと思っております。どうぞ応援していただければと思います。本当にありがとうございます。もう一曲お聴きください。Thank you.
、東北、宮城県よりお越しくださいました。本当にありがとうございました。この飛騨の山奥に素晴らしい詩を最後にお届かせていただきました。皆様今一度拍手をお願いいたします。ありがとうございました。女川潮騒太鼓の皆様はこれを持ってこの神岡の地を離れられるそうです。どうぞまたお越しくださいませ。お願いいたします。